この写真見ていただけますか私の息子といとこたちの写真ですこの頃は可愛かったんですよ将来どんな大人になるのかなって楽しみにしていた頃でした左端のちょっとお地蔵様にも似ているのが私の次男ですこの次男20年経って飲食店を任されて やりがいを持って仕事を頑張っていましたその息子がある日こうつぶやきましたうつ病かもしれない私は冷静を装っていましたが心の中を焦っていてえ仕事楽しいって言ってたじゃない私 前向きで元気なイメージでコーチングのインストラクターしているのにどうしたらいいのつらそうにしている息子よりも自分の立場や世間体で頭がいっぱいでした情けない母親ですよね <laughs> その後息子は仕事に行けなくなって引きこもりという状態になりました 大人の引きこもり実は大勢いることをご存知ですか仕事に行けなくて家族以外の人との交流もほとんどしないで過ごしている人たちです私たちはそういう人が実際にどれぐらいいるのか地元の方や学生さんにアンケート調査をしました。その結果 人人人に1人大人の引年齢もさまざまで15歳から62歳までいらっしゃいましたそして日本だけじゃなく世界中に引きこもりの人はいますこれは徐々に問題になってきています 引きこもりの人への主なサポートは三つあります。一つはカウンセリングでお悩みを聞きます。二つ目は楽しめる場の提供。みんなで話をしようとかゲームをやろうというもの。三つ目は外へ連れ出そうというサポート。だから、 私もある時は話を聞かせてよと近寄ったりある時は旅行や買い物に誘ったりしてなんとか早く元のように笑って仕事に行ってほしくって努力してきました朝から大きな声で怒鳴ったりもしましたでも息子は うんと言ったっきり全く動きませんでした私は無力感に襲われました疲れちゃったんです一体何のためにやってきたんだろう息子のためにって肩肘張って頑張って頑張って疲れちゃって やっと気づきました私は息子に勝手な期待をしていたんですよね前向きに生きてほしい仕事を楽しんでほしいでも息子は仕事を頑張りすぎて苦しくなって前が見えなくなってしまってたんです私の世間体や立場のためじゃなくて 息子が何を求めているのかそれを最初に考える必要があったんですよねそこまでわかるのに5年かかりましたこれまでの3つのサポートに効果がないわけではなくて私のようにとても時間がかかりますそれよりも 何を求めているのかそれを提供することができれば短期間で社会復帰できるんじゃないのかなで息子に実際に試してみたらすんなりと動きましただったら息子以外の引きこもりの人にも役に立つんじゃないのかなって考えて。 活動を始めましたその方法は至ってシンプルです今のままでもできる仕事をつなぐこと外に出られなくても人と話をしなくてもできる仕事をやってもらっています例えば手書きのアンケートをデータ入力する これだったら連絡もメールでできますし自宅で十分できます左側の方は不安障害という心の病気で今エクセルを教えているもらっているところです教えているのは脳性麻痺で車椅子を使っている女性です次の写真は着物をリフォームする方のために縫ってある糸をほどいているところです この彼女も不安障害です細かい作業ですけど丁寧にやってくれています他にも靴磨きやポスティング似顔絵やイラストを描くお庭の草取りや犬の散歩といった作業もあります作業をした結果として代金をお支払いします 自分のやった結果で得られるお金、自分の力で稼いだお金、これは何よりも自信を生みます。私たちは悩みを聞きません。なぜだと思いますか悩みを解決するよりも、 小さなことでもいいから行動すること現実を少しでも変えることこれを優先しています家の中や一人で簡単にできる今のままでもできる仕事これなんですこの方法のさらに面白いところはここからです彼らは自分からどんどん変化していくんです 例えばここんなことがありましたポスティングやホームページの英訳をお願いしていた男性は「そろそろ勤めに出たい」と自分から言って「今は私の知り合いの会社でバイトをしています」「仕事から帰ってくると体力をつけると言ってランニングを始めたんですよ」ってお母さんから内緒で聞きました。 別のケースでは、統合失調症という病気を持ちながら、ポスティングの仕事を始めた男性の妹さんから、ひなさん、うちの兄とすれ違った時に、お疲れって手を振ってきたんですよ。こんなこと何十年ぶりだったかなという声をいただきました。この男性も今は、就職をして、 憧れだった一人暮らしをしをていますみんな自分から動き始めてるんですでも引きこもりの人って本当に働く気があるのって思いませんか私もよく聞かれます もし意欲がないとするなら引きこもりは彼らが望んだ状態なので幸せな顔をしているはずですよねでもそんな顔はしていません口ではもう仕事をしたくないと言っていても本当は誰かの役に立ちたいという思いを心の奥に持っています 私はその役に立ちたいという思いを彼らが持っていることを信じています。こういうい仕事ありりまますよやりませんかって話をするんですが早い人でその時に「やります」と返事が来ます慎重な方でも23か月後ぐらいには仕事を始めています。 本人に会って話ができると8割の方が仕事を始めていますでもそんな彼らの役に立ちたいという思いを邪魔するものがあるんですよねそれは引きこもり引きこもりというと怠けてる 甘えてる働く気がないというイメージじゃないですかでは家にいて人とあんまり話もしないけど家で仕事をする人のことを皆さん何と呼びますか在宅ワーカー。 呼びますよね在宅ワーカーいかがでしょうかなんんかか可能性感じませんか今まで彼らにつけられていた名前は引きこもりそれを「在宅ワーカー」と変えると彼らの役に立ちたいという思いにぴったり合った呼び方になります。 そう呼ぶことで私たちも彼らを「仕事ができる人」と捉えられるようにもなりますよねだからこれからは引きこもりではなくて「在宅ワーカー」と彼らを呼んでみませんかそして今のままでもできる仕事を彼らに頼んでみませんか 私の息子も靴磨きの仕事をやり始めました今では在宅ワークを始めようという人たちのお兄さん役としてお世話をしています私もこの活動を始めてから親子の会話が増えてきましたこれが一番嬉しかったかも私は これまでたっくさんの引きこもりと呼ばれてきた在宅ワーカーに会ってきました彼らが一歩を踏み出す時そこには共通するポイントがありましたそれは周りの方の意識が変わった時ですもしも引きこもり という問題を解決したいなら十分苦しんでいる彼らに変わらせるんじゃないんです変わるのは変わってほしいと願う私たちなんですありがとうございました